中野栄治は日本中央競馬会、日本トレーニングセンター所属の長教師。1971年に東京競馬場、荒木静岡級社所属の騎手としてデビュー。同期には三内勝美がいる。1976年の木更木賞で重賞初、勝利。1981年からフリーになった。騎乗フォームが美しい騎手としても知られ、自らもそれを、 アピールポイントにしていた時期もあり、藤沢和夫にもそのホームを絶賛されている。また若い頃には、端正な顔立ちから、競馬界の郷ひろみと呼ばれていたこともあった。1989年の朝日杯三歳ステークスと1990年の東京優秀をアイネス風神に騎乗して勝っている。1994年の日本ダービー時には、現役期しながら、フジテレビ、 スーパー競馬のゲストとして出演。成田ブライアンの2冠達成を見届けた。1995年に調教師免許を取得し、騎手を引退。通算成績3670戦370勝であった。1996年3月に9社を開業。初出走は、同年3月10日、中京競馬第3競争の A タイムで7着。初勝利は、 同年6月9日、札幌競馬第一競争の A タイムで、延べ33頭目であった。2000年の CBC 賞を、トロットスターで勝ち、重賞競争初勝利。同馬で、翌2001年の高松の宮記念を勝ち、GI 競争の初勝利も挙げ、秋にスプリンターズステークスも制した。2007年のジョッキーマスターズに参戦。 現在使用されていないアイネスの勝負服を着用し、参加機種で最も重い負担重量で挑んだが8着に終わった。2015年のフェアリーステークスをノットフォーマルで1着となり、14年ぶりの重賞勝利。機種時代の代表馬として、東京優春と朝日ハイ歳ステークスの GI を2勝したアイネス風神が挙げられる。1989年夏、中野は、 当時36歳。美穂の中堅機種だったが、体重管理の失敗と、その以前に起こした交通事故で、旧車サイドは愚か競馬サークル全体からの信用を落としてしまっており、騎乗する馬がほとんどいない状態だった。しかしその状況の中で、夏競馬の最中で人も馬も、換算としている美穂トレーニングセンターで中野に声をかけたのが、加藤周保調教師だった。 加藤は、中野、お前ダービー取ってみたいだろ。うちのに乗ってみないか。と声をかけた。それが、アイネス風人騎場の契機となった。中野と加藤の期待に応え、3戦目で未勝利戦を勝ち上がると、自走の朝日杯三歳ステークスでは、マルゼンスキーが記録した1分34秒4のレコードタイで勝利した。このため、 翌1990年のクラシックレースでも期待されたが、サツキでは、タバのスタート直後の車高による出遅れが響き、白体制の2着に敗れる。この敗戦で、中野自身も乗り換わりを覚悟したというが、加藤はお前のせいで負けたんじゃない。最後まで任せたからな。とかばい、引き続き起乗することになった。東京優春では人気を落とすが、 それに反発するように中野はレース前に関係者に対して借金してでもアイネス封じを一番人気にしてやりたいと語っている。そしてレースのゲートが開くとスタートこそ遅れたものの中野はアイネス封じをすぐに加速させ先頭を取ると速いペースを保ちつつババの荒れたうちを4コーナーまで避けて逃げ2分25秒3のレースレコードで逃げ切った。 2分25秒台で日本ダービーを勝った馬は過去におらず、この記録は14年後キングカメハメハによって破られるも、東京競馬場の馬場が回収された後のことだった。ゴール直後、中野は馬場でこれまでの苦労した騎手人生を噛み締めるように、ざまあみろ。この俺だってジョッキーだ。と呟いたという。この快挙に東京競馬場に詰めかけた約20万の観客から、 中野、中野、と中野コールが沸き起こった。競馬場で GI レースの勝利機種、勝利場にコールが起きるのは、この時以来とされている。しかしアイネス夫人が、脚部不安で引退すると、再び騎乗場に恵まれず、また、減量が、いよいよ厳しくなっていたこともあって1992年には、年間霊勝に終わってしまい、年間勝利ゼロのダービージョッキーとして、 テレビのドキュメントに取り上げられたこともあった。カッコ内は、当該馬の優勝重賞競争。太字は、GIQ 競争。父は、地方競馬の大井競馬場でヤシマナシオナなどを管理した元調教師の中野かなめ。息子に調教助手がいる。サークル内でも高身長で、かなりのイケメンと言われている。いとこに、元大井競馬場所属の機種で、現在は、大衆演劇。 立花劇団一座の俳優である、下川勝彦、ありがとうございます。